まあ、去年やった苦しさっていうのをやっぱりもう一度やっていかなきゃいけないという気持ちはありますけど、去年やったから良かったという印象は全然ないです、はい、また新しいもので、やっていくつもりで生き残りをかけてやっていきたいと思います。まあ、いつもやってることが出せればそれなりのゲームはできるだろうと、まあ、そのいつもやってることというのはいろいろあるんですけれども、まあ、もちろん素晴らしいチームだと思いましたけれども、なんとかなるんではないかと。J1 J2 入れ替え戦第1戦、ヴァンフォーレ甲府対柏レイソル。甲府のホーム、コセスポーツ公園陸上競技場は1万2000の観衆で埋め尽くされた。甲府のフォーメーションは 4-3-3。 杉山の出場停止により両サイドバックは右に山本、左に青葉が入った。柏は 3-5-2、 ツートップには矢野とレイナードが入った。まずはじめに1戦目は 3-5-2 で来ると、その中で柏はツートップは矢野と小野沢で来ると僕は信じてた。で、正直なところフランサとレイナードに関しては情報なかったですよ、全然。昇格か残留か、多くの期待を背にゲームは始まった。立ち上がり、積極的に前に出たのは甲府だった。を変えた。J1 のシーズン通してもですね、入り方とかですね、ペースは悪くないのにですね、やはりセットプレー、ちょっとしたプレーから失点をするというのがもううちの非常に悪いパターンだった、まあ、それが出てしまったと。先制点を奪われた甲府は時間の経過とともに本来の動きを取り戻していった。1点は取りましたけども、それでもひるまずに出てきたことに、中盤が遅れ始めて、ずるずると引くと。取ったボールもやはりプレスをかけられた時に慌ててしまって、まあ取られるの慣れてるって言ったらおかしいんですけど、そんな感じがありますね。取られて肩の荷が下りたんではないかと、これは分からない。まあ僕が見る限り 2,3 人ちょっと硬くなってる選手がいたように思う。まあただ入り方自体は良かったもんですからね、まあその1点がどうこうという感じはなかったですね。時間も早かったし、いずれは同点に追いついて逆転するだろうと。
本当に柏は尊敬してプレーしてたわけなんですけれども、まあ、弱点という意味で柏が悪いチームだということではなくてですね、話をするんですけれども、その2列目の飛び出しだけじゃないですよね。ゴール前のクロスボールに対してもルーズだったですよね。でもそれはもうやる前から選手には全部見せてこうなるからという話をしてありましたので、まあ倉野木も十分理解してプレーしてましたんで、まあ、なるべくしてなったと僕は思ってます。一つのゴールが与えた大きな自信、甲府の勢いはさらに加速した。前半は甲府がペースを握ったまま終了した。